梶取と彦旧宅跡梶取後彦天明2年3月23日は、江戸時代中期の国学者、歌人、画家。本名は、井上慶良王。下宇佐国家取郡組沢原の名家である、井上重左衛門家の出身で、父は、井上慶坂へ。通称は茂左衛門。号は青蘭、茅聖案。同郷で、当園の親族が、測量家の井上忠隆である。 症状図兼本木が丹山江戸中期初めは徘徊を、たしなみ、竹部あやたりの門に入って、片歌を作り、合わせて画を学んだ。画は余儀であったためその作域は狭く、水木の四君子、アグリゴイズ、富士山図、症状図などに限られている。その後、鴨沼ノに指示して、古学を収め、金遣いの書、古言橋語を編集、出版した。 カモノマブチの四天皇と称揚される。弟子として、久保利光がいる。小沢正種、慶長以来国学家略伝によれば、明和2年、家をその古慶所に譲りて自ら江戸にいでの、浜町に没居しその教科や政案と、コース。6年10月、マブチ没しければ、そのとな彦に従いて学ぶものますます多く、ついに200人に余りれり。特に、堺井 奥平公、戸田公統令を厚くして延べ平し、奥平公は、宝前若官を賜物もの太いふ。また、上野の方針農の長宮陣圧氏カリと、享年六十、下兎坂取郡、牧野村の関万寺に葬る。大正十三年、聖五位を追贈された。関高寺、変、国学者著述双乱、森北所見、1943年63、63P。 中田勝之助、変更、浮世絵類以降、岩波文庫、1982年、126P。中田勝之助、変更、浮世絵類以降、岩波文庫、1982年、126P。小沢正種、慶長以来国学科略伝、国密社、1900年。関高寺、編国学者著述騒乱森北書見。 1943年 63P 田尻左辺増威所見伝贈法番上特使増威年表 P51 ありがとうございます。